4番でキャプテンを務める内川が骨折により欠場することが決定しました。内川はクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦の守備でフェンスにぶつかり負傷、痛みをこらえてプレーしシリーズ MVP を獲得しましたが、今日病院で診察した結果、左第7第8肋骨骨折で全治3週間と診断。日本一連覇を目指すチームにとって大きな離脱となりました。